こんにちは。こんにちは。さくら部門館の時間です。今回もですね、馬淵睦夫大使をお迎えしましてですね、まあ、昨今の状況を含め、そしてですね、やっぱりそういう今回すごく明らかになったのは、実はそういう情勢分析や国際状況、国内状況、それをこう見る視点というものが実はすごく感じました。はい、ただあれがこうだからこうだとかね、世の中があったようなことを言って右往左往しているのが実はウクライナについての状況だと思います。まあ、大使はもう一貫してそういう意味で の世界、ご自身の持っている世界観というのが哲学というか、こういうものの中から、まあ、今の現状を見ていく、うん、ということを私も感じてましてね、だから信用できるというかですねいうことなんですけれども、実はちょっとお話伺う前に、はい、これねぜひ皆さん、ちょっと新刊本なんですけども、これをちょっと見ていただきたい。道しるべなんですね。ちょっと今までの大使の、国際状況の、ね、情勢とかとの分析ではちょっと違う。まあこれは哲学っていうとかあれなのか、大使の世界観っていうか、まあ一つのですね、私なりの世界観です。そんな、はい、私哲学者でも、はい、ないし宗教家でもないし、はい、仏道を極めた人間でも何でもないんですがね、うん、ただ私もまあ76年になりますからね、はい、生きてきて、はい、まあ、感じたことをまあ SF に、うん、綴ったに過ぎないんですが、いやただね、今おっしゃったことは本質的なことをおっしゃってて、はい、今のそのね、ウクライナ情勢を見ててもね、うん、コメントする人が、うん、要するにいわゆる軸がない、今おっしゃった世界観がなくしてコメントしておられるわけですね。うん、ですからこういう現象が起こったらこれはこうだとかね、はい、こうだ。で、私びっくりしたのはね、やっぱりね、保守の、まあ、保守とね、はい、今まで称しておられる方、うん、多くがね、残念ながらそういう感じだったという感じですよね。うんうん、つまりその世界観がなくして、うん、あるいは自分の軸がないのに、うん、ああいうコメントをする、うん、それはまあビジネスとしてね、うん、やむを得ない面はあるかもしれないけども、うんうん、ある意味ではね、まさに水島さんがおっしゃったように、ね、うん、戦後の日本のね、うん、知的劣化、あ、そうなんですよね、こういう言い方失礼だけど、ね、いやいや、でもそれがね、今回現れたと、これ露骨に出ましたね、今回は。もうここまでね、日本全体がね、それは立派な方もたくさんおられるんだけども、全体として見た場合に、これは残念ながら自民党の政治家も含めてね、これだけ劣化してたということじゃないかと、そうなんですよね、だからいうことがね、明らかになった、改めてね、明らかになった感じがしてる。そういう意味では大使のね、一貫した大使はロシアのことについてね、うん、やっぱり私一番関心したのは、もちろん政治状況も経済状況もいろんな面から見なきゃいけない、うん、でもう一つはね、やっぱりね、ロシア正教の話とかね、はいはい、もちろんウクライナ大使の方だから当然そのね、スラブの文化というか民族主義とか、うん、いろんなものがそういう中に裏打ちされてると、ロシア正教とか、はい、これやっぱり西欧のローマカソリックやプロテスタントとも違う、はい、こういうものも含めて今プーチンというのはどういう人間かとか、ロシアの指導者というのはどういうイメージなのかとかね、前にちょっと前回お話もいただいたと思いますけどね、はい、そういう視点があった上で見ないと、そうなんですね、分からないですよね、これ。だから、まさにね、そういう視点を養うっていうか、我々が持つためにはね、我々日本と何かと、日本人とは何かと、どういう生き方をしてきたのかということをね、理解しないと、そういう比較できないんですよね。プーチンさんはそれは敬虔な正教徒かもしれないけど、じゃあ正教徒と日本の宗教っていうか、例えば神徒とどこが違うのかっていうところが分からないとね、なかなかその、プーチンさんが、このなんて言いますか、宗教観というか、そこから彼がやっぱりプーチンさん自身はね、自分の宗教観が元にあって世界戦略を組み立ててるんですよね。だからそういうところが分かってこないから、ただ単にね、ただそのなんて言いますか、挑発に乗ったとかね、バカな選択をしたとかね、そうなんですよ、愚策だとかね、そういうコメントしかできないんですよ。そうなんですよ、説明できないからね、そういう表面的なね、だから狂ってるとかね、一番のねあれはね、私驚いたのは、全てのテレビや新聞がね、ほとんどですよ、朝日から産経新聞までね、読売の含めてプーチンが狂ったっていうね、それまではしたたかでね、現実的な冷徹なね、いろんなもの状況把握ができる、まあタフな政治家っていうイメージが、突然なんでここへ来てね、プーチン狂ったっていうね、
それはねやっぱりね説明できないからなんですよ。できないですよね。ですから それに思っていってる、うん、それはもともとね大元はアメリカであってね、はい、アメリカも分かってる人は表に今出てきてない、うん、だからまあバイデン象徴されるようにね、うん、あのディープステートっていうかね、うん、それのなんて言いますかね操り人形が今、うん、アメリカの政権にいるわけですから ね、 そうですね。どれがもうプーチンが来るってねいつ引きず下ろされるか分かんないとかね、うん、そういう議論を始めてるわけですよ。そうすると一体今のねウクライナ危機っていうかこれは何なのかっていうのが全く分かんないわけです。だから強人がやってるね、あれなのかということになるわけです。突然強人がね、昨日まで冷徹で現実主義的な政治家だった男が突然狂ってしまうってね。だからこういうね乱暴な議論でね国際政治の中で、それでもちろんウクライナの国民はその戦火にあってるからお気の毒なんだけども、じゃあその前にロシア地区、新ロシア地区っていうかね、まあ、こちら側の、まあ、あのなんていうんですか、あの東側ですね、いた人たちが虐殺にあったりね、30年ぐらいずっと続いてるんですよね。なんかったらそうですね、ごたごたが、あの直近の、ね、原因は明確にそれが、うん、あの我々にも目に見える形で行われたのは2014年ですけどね、2014年の2月の、はい、まあ、マイダン革命なんて言ってますけど、 あれはまあネオコン革命ですよね。そうそう、でそこでね私あれはいろいろ調べてみて分かったんですが、うんうん、その従来のね私の経験も踏まえてみた、うん、ウクライナとは全く違う状況だった、うんうん、あのウクライナの人はねもちろんロシアに対してはねいろいろ複雑な感情を持ってるけど ね、 そうですよね、ロシア人を殺しちゃいとかね、うん、ロシア人をねウクライナのあの力追放しようなんて考えてない、うん、そこまではね、うん、うまくバランスを取りながらね、うん、まさにあのウクライナが置かれた、うん、いやヨーロッパとロシアの間にあるね、そうですね、非常に戦略的にね、うん、あの、あるいは地政学的にって言ってもいいんでしょうか、うん、その微妙な地位にあるウクライナをどうね、うん、うまく運営するかっていうことがね、あのウクライナの歴代の大統領の、まあ、いわば使命ですよね。まあ、そうですよね。でそれはねそれなりにね、うん、あのまあ、うまくかどうか分かりませんけどね、うん、それなりになんとかね、うん、あの極端にぶれずにやってきたと。でねそれはなぜ、うん、あの最大のねウクライナの問題は、うん、あの天然ガス利権なんですよ。そうなんです。でこれはねもうこれでウクライナの政治は決まってるもん、うんうん、ようなもんでね、はい、誰が政治家、うん、それからその背後にいる、うん、いわゆるウクライナ版オルガルヒっていうか、うん、まあ、大金持ちですね、うんうん、で誰がそのどの政治家がどのオルガルヒと組んで、うん、どういう天然ガス利権を握るかっていうことがね、うん、ウクライナ政治なんです。ずっとそうですよ、ね、ずっとウクライナ政治で、これをね逃しちゃうとね、うん、全く今なんでこんなことが起きてるか分からない、いやいや、ね、ということなんですよ。でそれでねもう一つ、まあ、これはまあ水さんご存じだけども、うん、そのウクライナのね天然ガス利権に手を突っ込んだのがバイデンなんですよね。そうです、息子がね、うん、息子をね、はい、息子をあのプリスマっていう天然ガス会社の重役に押し込んでね、はいはい、そうなんですよ。で賄賂を取ったわけでしょ、はい、でしかもそれを追及を しようとした検事総長を食い切れって言ったのがバイデンですよ、うんうん、で実際あのその時ポロシェンコだけども、うんうん、あのゼレンスキーの前の大統領ね、はい、それに押し切られてやむなくか、うん、要するにまともな検事総長だったんですよね。でそれを食い切らざるを得なかった、うん、これであのその後言われているようにバイデンはむしろそれを自慢してるんですね。自分が首切らしたと、あの検事総長、うん、そんなことはねもう事実は明らかになってるにもかかわらずね、うん、今まあもちろんアメリカのメディアはバイデンをまあ擁護してる、うん、あの親子を擁護してるわけですがね、うん、しかしこれはしきれなくなってきてると。いや本当にね、まあ、一回ね日本でもね、そのあのバイデンの息子のね、まあ、そのガス会社のね、あの役員とってものすごい多額 の、あの報酬とか、まあ、まああれお金もらってると、こういうのも出ましたけど日本のメディアこういうの取り上げないんですよ ね、 ね、ほとんど取り上げない、あの、まあ、そういうようなことを含めてね、あのそれと今回これあの、まあ、直近の話として言うとバイデン大統領がプーチンは政権の座にいさせてはならないっていうね、これ思わず本音が出たっていうね、うん、もう私はもう一番の目的はオバマ時代から石油の値段下げたりしてねロシアを苦しめて、うん、それを本当プーチン排除をずっと民主党政権下 の、 あの、まあ、後ろにいる連中とですね、やってきたっていうのが、でバイデン
なった時も私もこれでいよいよまた戦争やトラブルが多発しますよっていうのはね、大使もずっと前からねおっしゃったと思うんですけど、このことがやっぱ本当におっしゃるようにね立証されちゃったとか嫌な形でね、おっしゃる通りね、民主党、クリントンの時からですね、旦那さんのクリントンの時から、民主党は、当時のプーチン、大統領を引き取り下ろそうとか ね、ずっとやってきてるんです。それはね、何度もこの席でも申し上げたかもしれませんが、プーチン大統領がね、つまり彼らのアメリカの、息のかかった何て言うんでしょうね、当時のロシアの、エリツィン時代の、まさにオルガルヒ、政商をプーチンが潰していったんですよ、だからそれは要するにアメリカなんかの外資にロシアの天然資源は渡さないっていう意思表示ですよね。それがね絶対許せない。それはね、ご承知のように2003年までね、アメリカは世界のまず石油天然ガスは付随してますからね、石油を抑えようとしてイラク戦争まで無謀な戦争までやって抑えたんですよね、2003年でしょ、そうするとところが2003年にプーチンは最後にね残ってたオルガリヒと言われるホドロコフスキーを逮捕して追放したんですね、シベリア国、でこれでね要するに連中がね、アメリカのその要するに連中ですよね、ディープステートの連中がもう頭に来て、それでプーチン潰しに走ったんですよ。そうですね、だからプーチン潰しっていうのは具体的にはね、2003年から、2003年から始まって、もうそろそろ、20年経った。そうなんですよ。そういう歴史があるんですね。だからバイデンの役割っていうのはこういう形でね、いろいろオバマの時もやったけども、最終的にはこういうウクライナ使った形でね、やってますよね。そうです。だからね、実はオバマの時に、つまりそれができなければね、もう戦争しかないっていうのがね、DS の、アメリカのディープステートの考え方なんで、それはこの席でも以前申し上げたことがあると思いますが、ブレジンスキーがもうそう書き残したんですよ。そうなんです、オバマの時に世界と、そういう意味では世界統一というか、グローバル市場における、アメリカの主導権ということだと思いますけど、それが実現しなければね、もうその次のチャンスはないんだと。でそれはどういうことかというと、もう戦争しかないということですよね。そうですね。でそれでちょうどオバマが終わって、その後にヒラリーと、トランプになったわけでしょ、大統領選挙が。ところがヒラリーに勝たせるつもりがトランプになったもんだから、私はもう戦争が4年間伸びたと思ってるんですね。で先ほど社長がおっしゃったように、結局民主党が復帰したというか、クーデターというかね、選挙不正でね、政権を取り戻したと、でこれでもう戦争になることはね、もうはっきりしたんですね。そうですね、その通りになっちゃってるんですね、今。いやだからそのやっぱりね、そういう流れの中でね、今回のウクライナの、問題見ないと、もう突然プーチンが来るってね戦争を始めたみたいなね、こんな乱暴なことでね。ただやっぱり私も最初はね、親ロ派だなんだとかね、言いましたけど、はっきり言うと、で新郎派化けの派が剥がれたとかねバカ言ってんじゃない、俺は日本派だっていうねいうことなんですけども、ただ逆にそういった保守とかなんか言ってた人たちの本当の意味での戦後の体制からね、GHQ 体制のああいうものから全然実は学んでなかったっていうね、ことが、化けの皮が剥がれたのは実は自称保守の人たちっていうね、それはね、今穏やかにおっしゃいましたけどね、僕はその学んでなかったというよりも、彼らのディープステートの利権に結局ぶら下がってた、そうなんです、敗戦の保守の多くがね、つまり彼らもね、今もう名だたる保守の方ね、皆さんがもうみんな知ってる方も含めてね、敗戦利得者だったと、実はそういうことがね分かったんじゃないですかね。いやもう我々はもうちょっと敗戦利得者のあんまり例を挙げて言うと大丈夫ないって言われますけどあえて言えば、例えば長野健二とか笹川良一さんっていう日本右翼のね、頭目みたいな人が実は GHQ とくっついて、それでこうね、競馬競輪じゃなくて協定利権とかね、あるいは日本テレビの正力さんなんかは日本テレビのね権利を持ってもう始める、こういうようなことまで具体的に敗戦利得者たちが
学会にも財界にもゴロゴロしてね、それが今やって今こういう状態になるとそれが明らかになってくる。で実はですね、うん、私も偉そうなこと言えないんですが、うん、この道しるべっていう本に、はいはい、書いた理由の一つがそれでね、はい、結局その日本という日本の人としての核がないからね、地区がないからそういうことになっちゃったんですよね、はい、それは私も戦後間もなくの生まれでね、はい、あの戦後の荒廃した時期っていうのは実体験はしておりません。田舎だったからなんとか食べられましてね、あのだあのその食料何にもならなかったんですが、しかしね実際はその非常にあの荒廃した状況でね、どう生きるかということはね日々のもう差し迫った問題ですよ、はい、その時に利権に群がってね、生きるか、それともやっぱりね日本人としての、教授を持ってね、そうそう、教授を持って生きるか、はい、この差だったんだ。で実はその教授を持って生きた人がね、普通の人だったということですよね、あの、いや全くそうですね、もう有名なね、あの、はい、靴磨きの少年の話をね、はい、ジョージ有吉さんが書いて、あの安倍総理も引用されるぐらいにね、自分がその進駐軍、うん、まあ、ジョージ有吉のことですが、うん、もらったパンをね、あの自分で食べずに家に持って帰って、うん、妹に食べさせたっていう話がありますよね、うん、そういう教授を持ってたんですよ、うん、そうなんですよ。それから進駐軍にね、あのなんかチョコレートかなんかもらって、うん、子供が帰ってきたらお母さんがね、さあただで恵んでもらっちゃいけませんっつってね、うん、自分の畑の野菜を持って新中部の詰め所に返しに行ったっていう話もね、うん、よく聞きますよ ね、 すよね。そういうねピープル、日本のピープルがね、いて、なんとかねそういうその利権にあのこうなんとかまみれたね、敗戦立国者がいたけども、日本が今日までなんとか持ってこられたのはね、そういうピープルの力だったと私は思ってそうなんですよね。いや全くおっしゃる通りで、それがね今長年77年のねこういう教育の結果ね、誠に、まあ、残念な人たちがたくさんですからね、今回の、うん、私ウクライナ危機、まあ、報道もそうだし、うん、政治家とか財界人、はい、あるいは知識人の対応を見てた時にね、うん、なんでこんなにあからさまなね、善悪二元論にね、ホイホイ乗っちゃってってね、みんなでプーチン叩きをやってるのかと。でこれを見た時にね、あ日本のね本当に知的レベルが落ちてね、先ほど申し上げた、うん、いやひどい状況になってると、なんでこんなおかっぴき根性金魚の糞みたいにねアメリカにくっついていくねやり方で、いやだから、ね、それはやっぱりね、戦後77年のツケですね、これは。そうですね、それは本当だから、もうここでね止めないと、もうこれ以上言ったら本当になんて言うんでしょうね、もう我々がね日本人であること、日本人としての矜持をね全くもう考えない、思いもしないようなね、こうなんて言いますか、民族になってしまうという、私は危機感を持ってました。ね、今回の騒動を見てね、改めてそう思いました。はい、そうですね。あのただまあそういう意味で言うとおっしゃる通りなんですけど、今回のもうきっかけに。やっぱり変だよというふうにね言う人が実は、まあ、こういうチャンネル桜やってるから、そういうのは感じますね。あ、そうですか。あのいやほとんどの、まあ、メディアもテレビもみんなもうプーチン悪いのね、なんだかってもなんか善悪二元論というか、こんな分かりやすくったらだから普通不安になるはずなんだけどね、あのむしろ子供のねヒーロードラマでもこんなね単純なものはない、戦争にこんなものはないはずっていうのがここまで来てるっていうのは、でも草の根の、ね、人たちは気づき始めてる。いやそれは、ね、非常に重要なことで、はい、私は、ね、むしろ、ね、草の根であるからこそ、ね、はい、気づけるものがあると、さっきのピープルですね、ピープルからこそ、ね、はい、やっぱりねこれ変な戦争なんですよね、戦争っていうか不思議なことばかりでしょ、それでね、あの、まあ、メディアも含めて、政治家も含めて、多くの方が言ってるのはね、プーチンは短期決戦を考えたと、ところがそれができないからね、プーチンの戦略が失敗したんだと、今困ってんだって言うんですけどね、で短期決戦ならね常識的に考えてまずキエフを叩くはずですよね、でも全然叩いてないんですよ。で、私の知る限りロシアの軍事力でね、キエフを叩けないはずがないわけですよ、あの、ミサイル撃ち込めばいいだけでね、でその後にわーっとこう最後に戦車は、出動するわけですからね、だけども今そのキエフの周りをね、ロシア軍は囲んでると、しかし侵攻はしてない、これはどういうことかということですね、だからねそれは私なりに考えればね、先ほどもちょっとおっしゃったかどうか忘れましたが、結局その今のゼレンスキー政権に救ってるネオコンの連中、まあ、ネオナチの連中からね、むしろキエフは守ってると、
というふうに言えないこともない、うん、それからあの原発、うん、あのチェルノブイルと、うん、それからザボロジェをね、はい、ロシア軍が占拠したっていうことでしょ、うん、だから それはどういうことかというと、この原発が彼らの手に落ちないようにロシア軍が機先を制したと、うんうん、それがね、私真実に近いんだと思うんですよね。いや、あのね、それは全くその通りでね、あの今よくボスニアの時のね、セルビア軍を悪くするために、ボスニア軍がボスニアの住民のね、集合住宅にロケット弾を落ち込んでね、でセルビアが悪いファシストだっつってね、でもあと分かったじゃないですか。でああい こう人間の盾っていうのはロシア的には言ってるみたいだけど、うん、具体的にそういうこと原発をやりかねないのは彼らですよね。彼のなんだから、あの そこのところでロシアにとって得なことは何もないんじゃない、そうなんです、あの事故なんか起きてね、逆にあの品種買うだけなんだから、だから守らなきゃいけない。でも、ネオナチの連中はあのまあ、ちょっと大使はネオコンっておっしゃってるか分からないけどね、まあ、ネオコン、事実上ネオナチっていうね、いう言い方、まあいろいろ言い方あると思いますけど、まあ公安調査庁もちゃんとアゾフ大隊というのは、国際的な極右テロリスト、うんうん、日本の公安調査庁がそう言ってるのにね、なんでそういうことをね、テレビはあれあれ公的な文書ですからね、一応それをほとんど取り上げない。そう、いやそれはね、非常にね、今おっしゃったこと重要なことでね、言ってみればね、IS なんですよ。IS のね、IS のもう別の形でね、つまり世界中にいるそういう過激派のテロリストなんですね。でそれが今ね、ウクライナの政権に入ってるってことなんですよ。そうなんですよ。あの2014年以来ね。でその点を議論しないとね、ウクライナの今の情勢が見えてこない。そう、なんかこの間ね、あの討論で、まあ、そのプロパガンダ役を担っている方、あのウクライナ人の アザレフさんだったかな、ナポガレンコとか、あそうそうナザレンコ、ナザレンコさんか、はい、来て言ってた。それで私討論出たから、あのアゾフ大隊ってどうなんですかと、あれね、あの公安調査庁の文書出てる、大変まずいのが軍隊入ってね、大活躍してるってから、で、あの軍のトップの方のね、顧問にもなってるって聞いてるんです。いやあれはね、まあ、ほんの一部でっていうね、あの公安調査だと2000人って書いてあったんですよ、うん、あのだいぶ前のあれの記録で、うん、いや3000人ぐらいで本当に影響力何もありませんって、あのいやだからそれを喋ってもらうのは逆にいいんでね、だからそういうような形のねやり方で、本当の今まで侵攻以前のウクライナの中に何があったか、うん、あのやっぱり今言ったそのオデッサ あの教会の問題とかね、うん、あの虐殺の、ええ、ああいうことって本当にびっくりするぐらい報道されてないですね、はい、だからそういうところをこう明らかにしていくと、実際そのウクライナっていうものが実はどういう地政学的な立場、ヨーロッパとスラブ、まあ彼らもスラブ民族でしょうけど、うんうん、その間の中に狭間でどういう形でね、うん、あのまあ、中立というのかな、なんていうのかな、あれ難しいですよね、バランスの中で。だからね、いやおっしゃる通りで、ね、ウクライナ、私がいる時もね、私ね、あの大使でいた時はオレンジ革命の1年後でしたけど、でだからその時 あのユーシチェンコという大統領はもちろん、あの親欧米派だったんですけどね、あの私の経験から言えばね、比較的まともだったのはね、実はヤヌコビッチなんですよ。でヤヌコビッチはその頃ね、あのその時のあのオレンジ革命の時には、ユーシチェンコと大統領選挙争って、ね、ね、不正選挙で、はい、不正選挙で私はあえて言いますけどね、はい、負けたことになった、なったんですね。だからね、ヤヌコビッチ自体はね、なかなかその、難しいっていうか、いろんな背景もあってね、経緯もあって、それは一筋縄ではいかない政治家だけどもね、あの私があってね、いろいろ、あるいはその、あのユーシチェンコの時に一時期、あのヤヌコビッチ内閣ができたんですね。で大統領は親欧米だけれども、ヤヌコビッチ内閣、首相は親ロ派、そういうことあったんですね。ちょうど私の時にありましてね、でね、その時のね、第一副首相がね、首相がヤヌコビッチで、第一副首相がアザロフというね、人で政治家で、アザロフさんというのはね、最近ちょっとまた有名になってきたんですが、ヤヌコビッチ大統領の時の首相なんですよね。それでね、その時にね、みんなオランジ革命で、あの負けた方の大統領だから、
大統領じゃない首相だからね、はい、あんまり近づかないっていうのがね、うん、当時の外務省も含めてね、うん、あれだったと思うんですけどね、うん、アメリカは堂々とちゃんとコンタクトしてたわけですね。でそれはいいんですがね、私は実は、ね、ちょっと個人的なあれになるんですが、うん、私はね簡単な善悪二元論が間違ってる一つの証拠をね、あげたいと思うんですがね、うん、で実は日本がね円借款をね、経済援助ですね、はい、で初めてのウクライナに対する円借款で、うんうん、今は立派にできてますが、ボリスポリっていうね、うん、国際空港の建物をね、建設すると、はい、で200億円の円借款を出すことに決まってたんですね、はい、ところがいつまでたってもそので実行ができない、うん、で私も困ってね、当時の担当の運輸大臣に、うん、掛け合ったんですが、うん、全然進まないんですよ、うん、で後で分かったんですが、要するにあそこの、空港の敷地の一部をね、とあるその金持ちが所有してて、うん、これはイスラエルとの二重国籍者ですけどね、はい、でそれで進まなかった、うん、で私ねこの案件をもう、進まないからアザロフになった時に持って行ったんですよ、うん、でアザロフはよく聞いてくれてね、話を、うん、分かったっつって彼が進めてくれたんですよ。ここで進んだんですよ。なるほど。これで最後に2008年にね、うん、はい、私がウクライナを去る時には、うん、ついに建設が決まったん、ところが建設する会社はトルコの会社で、つまり日本の会社は応札しなかった、応札してもまあダメだったらしいんですけどね、つまり日本のね、うん、企業は日本がお金出してるのに関心あまり示さずにね、うん、当時アブダビとかのそっちばっかり ビルの建設に関心があって、うん、だったんですがね、もったいない話なんですけどね、うん、問題は私がここで強調 したいのは、アザロフさんっていうのは、まあ、その意味ではヤヌコビッチ内閣ですが、はい、うん、そういう利権とはねあまり、うん、深い闇じゃなかったということなんです。だからね、結局ね、僕はウクライナの人はね、その後僕はもう辞めましたんで、うん、よく分かりませんが、2010年にね、うんうん、ヤヌコビッチが今度は大統領選挙、はい、これはちゃんと勝ったんですよ、うん、ティモシェンコっていうね、はい、ある女性にちゃんと勝った、うん、でそれでそのもとでそのアザロフさんっていうのが首相をやって、うん、ほぼ4年やったんですかね、うん、でそこで倒されたわけですからね、うん、だからその間にね、やっぱりアメリカとネオコンと衝突したんだろうというのは ね想像できるんです。ずっとやってたみたいですからね、だからね、はい、ネオコンにとってはね、うん、せっかくその前のユシチェンコの時にね、自分たちの共闘を続いた、うん、気づいたつもりがね、うん、ヤヌコビッチに、まあ、ひっくり返されたんで機会を狙ってたと思うんですね、うん、それが、まあ、結局は2014年2月の、うん、マイダン革命っていうか ね、ネオコン革命と私は言ってますが、まあ そこに結びついていると、うん、でこういう歴史から解き起こさないとね、うん、今なぜプーチン大統領がこのようなアクションを取っているのかっていうのはね、うん、実は分からないんですよ、うん、まあ、だから、まあ、我々から見たら、まあ、我々って言うとあれでも分けなきゃいけないけど、ちゃんと普通、まあ、戦争の目的とか、ね、意図というのを考えた時、プーチンが別にウクライナを併合してロシアにしようなんてことよりも、むしろそういう意味での地政学的な役割とか、そうそうそう、ヨーロッパとね、ロシアの間の良き緩衝地帯っていうのが、そうというように、だから向こう側に疲れても困るしね、 NATO に入られても、というようなことしか、それとあと親ロ地域ってロシア人が多いところはね、ちゃんと守れよと、それと自治ちゃんとやれよと、先ほどミスさんがおっしゃった質問に直接ね答えなかったんですが、おっしゃる通りなんです。だからね、ウクライナが置かれた、つまりロシアと長い国境を接してね、いるという、それからまあ歴史的な経緯もありますね。そこから考えればね、ロシアと歯向かう、ロシアと敵対する政権っていうのは考えられないわけですよ。そうですよね。それはウクライナにとっても良くないわけですよ。で、私がいる時はね、大体貿易の3割はロシアだったんですが、そのマイダン革命以降はどんどん減って、そこに中国が入り込んできただけの話でね。親中政権なんですね、実は。だからそうなってきてた。だけどもね、それは本当にね、ウクライナだっていいことかどうかっていうのは、これは全く別問題。で、むしろあんまり良くないと。で、おっしゃったようにね、ウクライナとしては、あるいはロシアから見てね、ウクライナが、まあ、そういう意味では無害のバッファーゾーンであるっていうのが一番望ましいし、ウクライナもそれであって何も損することないわけですよね。そうなんですよね、まあ、ある意味で言うと西側にもロシアにもね、両方いい顔してやられ、おいしいとこ
で特にその、ね、天然ガスとかね、穀物でしょ、だからね、つまり私は大体あの孫子の絵を読んで以来、誰が得して、あの戦争を始めた人始めない人も何を最後ね、落としどころとかあのやろうとしてるってと、ロシアにねそんななんか今ガーガー言うね人殺しだなんだというようなほどの、なんていうの、まあ、モチベーションもそういう持つものないんでね、極めてもっと言うと大東亜戦争の時の日本みたいにね、あの極めて防衛的なね意図の方が強かったんじゃないか、私はね、引きずり込まれたんじゃないかと、それはもちろんね、背景は違うのがあるという、ね、あれだけ追い込まれたのは、日本は立ち上がらざるを得なかったわけですよね。そうなんですよ、引くも地獄ね、引くも地獄で、だからそれはね、有名なパール判、判決ってのありますけどね、まあ、ああいう春の音を突き詰め、あのつけられたらね、それはモナコとかね、リヒテンシュタインのような国でも、ルクセンブルクか、そういう国であっても立ち上がるだろうという有名なね歴史家の言葉を引用してますがね、あのそういう状況と似てるわけですね。でそれでね、あの結局あのなんて言いますかね、不思議なね戦争って言ったのは、ロシアはね天然ガス止めてないんですよ。でこれはね、みんなあんまり強調しないけどね、ドイツなんかでね、まだ全然ドイツもしっかり問題ね、ウランの方でノルドストリーム1でちゃんと新しいのはね止めたっつって、新しいのはまだ稼働してないからね、その止めたってどういう意味かよく分かんないけど、それからトルコを経由してね、EU にもガス入ってる。それからね、もっと面白いのはっていうか、ウクライナを経由しても行ってるんですよ、ウクライナパイプラインって何、私の現場を見に行ったけど、すごいパイプライン通ってる。でね、そこを経由してロシアガスがね、ロシアの天然ガスがヨーロッパに行ってる。でそのヨーロッパからわざわざね買い戻してるんです、ウクライナは。つまりそのロシアとの関係でね直接買わないとかって、あの意地張ってるんですけどね。だからあの天然ガスがなかったらやっていけないんでね、あのだから買い戻してるわけですよ。だからね、ロシアにとってはね、その大元の天然ガスを止めればね、もう あれなんですよ、本当の戦争ならそうなるんです。いやそうですよね、だからそれをやってないということ、しかもそのヨーロッパもねそれを前提にしてあのこんな行動してるっていうことを考えればね、この戦争って本当の意味では戦争じゃないなという感じがしますよ ね、 いや、まあまあ、いわゆるディープステートっていうかね、あのグローバルエリートみたいな、ね、連中がね、で得してるやついるじゃないですか今。そういう連中はどうしたんだって武器商人はね、まず武器商人でしょ今度アメリカもすごい軍事移動、そうなんですよ、ドイツでさえドイツ3倍みたいね日本もそのうちになりますよね。だから武器商人が得したと。それから、ね、もう一つはね、これから今もう上がってますけど、原油価格、天然ガスの価格が上がってるでしょ、だからそれ誰が得するの、ロシアも得してるんですよ実は、ね、ロシアも得するしというとあれですよね、まあ、いわゆるアメリカもね、だからいわゆる石油メジャーって言われるね、国際的なエネルギーメジャーはもうみんな儲かるし、中東の連中もね、じゃあ増産するよと値上がりするんだって、それは絶対じゃないから、ね、大儲けするから、日本だけですよ、円安で高くなったらさらに何割増しのね原油とか天然ガス買わなきゃいけないっていう、しかもバイデンに言われて備蓄の一部を放出するバカやろかって思いますよね、本当にデラックスのバカっていうね、申し訳ないけど本当ね、なんでこうその金魚の糞みたいにね、これはそれと戦争行為だから、はっきり言うと、あとロシアとその後どうするつもりだと、まあ、これ収まいつか収まるわけだからね、収まりますよね、そうなった時もう今日ソの交渉もしない、できない、やらない、ではこれちょっと大使にこれ聞きたかったのは、あのね、これだけ経済制裁とかねやっといてね、それで非友好国扱いってやったら抗議するでしょこれって外交的に、いや普通の素人が見たらこれだけ散々宣戦布告、あの武器は使わないけど宣戦布告しといてね、それでロシアに言っといてから向こうもじゃあお前のとこは非友好国だって当たり前になるっていう、そういう、そういう扱いで経済扱われるのは当たり前なのに、これを抗議する神経っていうのはおかしいでしょ、やっぱり。私は本当におかしいと思いますよ、外交官の方が言ってるわけだから、おかしいですよ。だから今はね、まあ、まあ、外務省の現場はね苦労してるのかもしれませんが、はい、全然そういうこの戦略がないね、外交をやってるという気がしてならないですね。
だからドイツとか、まあ、おっしゃったようにドイツとかあれはなんかあだこだわわ言いながらね天然ガスどんどん買ってねやってるじゃないですか。つけを日本に押し付けてるんです。そういうことですよね。だってねポーランドが根を上げてこんな避難民受けられませんって言ったら日本は何ですか、はいはいはい、政府専用機を出すって言うんでしょ。ちょっと待ってください、お待ちください。政府専用機をポーランドに出して日本に来た人は来てくださいなんて言うと、アフガンに出せないくせにね、法人をつけないくせにね。だからね、日本もつまり湾岸戦争とはの時とね、全く性質が違うけど、日本もなんか貢献しろと言われてね、なんか貢献しなきゃならないと思ってね、やってんじゃないかと思ってね、いやおっしゃる通りですよ。情けないですよ。だから普通外交官ヨーロッパの連中はしたたかだからね、プーチン政権を非難しながらでもガスとか買い物はね買い付けとかちゃんと保って、その後のこともちゃんとね、あとあれだって時間経てば新しいパイプラインだってね使うじゃないですか。そうですそうです。だからそういうね、それともう一つはやっぱりアメリカ その、まあ、いわゆるディープステートっていうのかな、まあ、いわゆるロックフェラーとかロシアルでも含めてね、金融資本も含めてはっきり言うとロシア その私はもう一つこれはちょっと大使にも確認して聞きたいんだけど、ウクライナとロシアっていうのは穀倉地帯ですから、そういう意味ではウクライナのいわゆるヒマラヤ油とかナタネ油、それから小麦ですよね、今値上げしてあれしてね、でもこれもモンサントとかね、バイエルンとかね、こういう食料国際メジャーがね大儲けしてるわけですよ。それもコントロール下に置きたい、ロシアとかウクライナの全体のね、食料穀倉地帯としてのこれも狙ってるでしょ。そうですよね。だからプーチンの排除っていうのは必ずしも個人があれが気が狂ったからおかしいんじゃなくて、実際にロシアの全体の経済とか利権を彼らがね奪権したい、奪い取りたいっていうね、そういう経済戦争的な意味がすごくあるんじゃないですかね。その一部はね、先ほど申し上げて、イラク戦争以来、ずっとロシアの石油と天然ガスを抑えるっていうのが ね、世界のメジャーっていうか DS の戦略だったんですが、それをプーチンが潰したわけですね。そうなんですよ。でね、食料もね、まあ、重要なご指摘だと思うんですが、世界広しといえどもね、まあ、小さな国は別として、それなりの大国でね、食料とエネルギーを自給できるのはロシアとアメリカなんですよ。そうですよね。だから結局ね、私は前からも言ってますけども、世界の超大国っていうのはね、やっぱりアメリカとロシアなんで、中国じゃないんですよね。中国は食料ダメですからね。食料もダメだしね、石油はちょっと出るとはいえね、自給できないでしょ。だから中国はね、超大国じゃなれない、これははっきりして、だからね、結局今のね、まあ表上の対立はね、その超大国の米ロの対決と、しかしね、ところがその変な戦争でしょ、全面対決じゃないんですよね、でこれはね、やっぱり先ほどもちょっとおっしゃったように、そういうその DS メジャーの、メジャーも含めた連中がね、金儲けを企んでるっていうかね、いやもうそうですよね。プーチンさんもね、彼らのね利権を 100% 遮断したらね、これは大変なことになる、だからね、やっぱり私は政治の世界というのはね、裏で何がしかの妥協があるんだろうと。そうですよね。これは表に出てき きませんけどね、だからそれはプーチンさんもね、老練の政治家だから妥協をすべき時は妥協してるはずなんですよ、まあ、今言ったように両方とも痛み分けの、ね、状態になりつつあるしね、痛み分けなんだけどもね、両方ともなんか儲けてるっていうね、そういう状況が、いやだから国民だけなんですよ。いつもね、ひどい目に遭うのはね、だからね、それを儲けしてるんですよ、みんなね、ロシア人のね、選手だけじゃなくて、いろんなコンサートまで、キャンセルするとかね、ちょっとこれは異常なやり方ですよね。これウクライナの人は何でもいいから立派だ、立派だっていうのはね、これはかえってね、ウクライナ国民に対する侮辱ですよね。いや本当に、口先ばっかりっていうね。口先です。いや本当に気の毒なら本当に現実にね、だって現実に人間の盾にするのはもう戦争、この間ハマスと同じですよ。当たり前ですからね。だから関連中はね。そうなんだ。だからね、その事実に気づかなきゃいけないですよね。だからね、ウクライナの人たち国民はね、犠牲者だと私は思って。かわいそうですよね。そうなんですよ。政権からもやられね、まあ、今形式的にロシアからやられてるけどもね、いやだから一番問題なのはね、ウクライナの一般の国民ですよ、いや
だから結局ね、まあ、私は、まあ、逆説にこれちょっと言ったんだけど、うん、本当に救いたくて停戦を早く本気でやるならね、うん、本気で私は長引かせてるって思ってるんだけど、わざとね、あのそうそうこちらが西側がね、で結局何やるかっていうと、本当はだって国境沿いにこうね、あの NATO がね入るぞっていうねことが言ってよかったわけですよ。あの時言わなかったじゃないですか、あのプーチンがあそこで演習して準備してる準備してるって言ってね、うんうん、あの時バイデンが言ったのは、いや、あ、なんか入りそうだけど私は経済制裁よって、あの普通は、ね、言ったらこちらも相当ね軍事的な対応を考えると、でよくまた普通は言うじゃないですか、言わないでも、だからサダム・フセインのことを思い出してね、うん、あのあこれクウェートと同じじゃないかと、引きずり込みたいっていうかね、うん、であの武器はね最高のものをやってるし、まあ、私が聞いたところによれば、あの軍事顧問団っていうか、うん、完璧にアメリカの義勇軍とか中でね、あの送り込んでね、うん、実際は参戦というかな、そういうフライあのウクライナ版のねあのいわゆる義勇軍と称してね、あの軍事顧問団も送り込んでるし、最新鋭の武器もねやって制空権をこう抑えてるし、あの取られないようにしてるしね、だから非常にあの汚いやり方のね、新しい民主党バイデン政権的なね連中がこれからやるのは、自分の兵隊を建前出さないと、でその国民に犠牲を強いて、ね、かわいそうだって言いながら整備の方ずらして、これ金もきゃやるところはそうだから、ね、私が大事に期待のはこれ、ほとんど日本にねこれからね中国のことがあった時、そういうものとしてバイデン政権は同じパターンをやるんじゃないかと、日本人ちゃんと戦わなきゃ、あのそうなんですけどね、あのそれはよくわかるんですが、うん、果たしてね、それよく、まあ、あの自衛隊 OB も言ってますけど、うん、この次はねその中共が台湾を取りに来るかってね、で私はずっとねこの場でも申し上げた、それはないんだろうと思ってる、で一つはね、つまり中共はね今のような中途半端な経済、まあ、中途半端って言っても結構な、あの経済制裁ですけどね、あれやられたら中共の経済はダメになる、まだダメですね、もうロシアはね別に、いやロシアは一つの世界だから何でもあるからね、いやそうなんですよ、ね、耐えられるんですよ、あの国は現に耐えてきたから、いやだからね、一番分かりやすいのは、あれだけ経済制裁を受けてね、ド貧乏の国の北朝鮮がね核持ってると誰も潰せない、あんな貧乏の国でもやるのにロシア石油はあるわね、一応あの穀倉地帯っていうね、そういう食料持ってるんだから、あの苦しくはなるだろうけども、その根本的なところで潰れにくいっていうね、あのそれからスラブ民族主義的な意識も、まあ、前におっしゃったね、あのロシア正教的な世界観とか、それはやっぱり西洋とは違うから、ということなんで、それとでもただねもう一つね、これちょっとこれは一つのあれなんだけど、これなぜやるんだろうっていうのが分からないのは、まあ、中共が今経済的にすごく苦しくなってるってことあるんだけど、普通は中ロってねくっつけない方がそうです、アメリカのディープステートにとっても政権にとってもいいはずなんですよ、これ例えばロシアのエネルギーとね食料、その中共にないものが持ってて、もろにまあ苦し紛れにね、もともと本当はあんまり合わないはずなのに、くっつけるようなことを今バイデン政権やってるんじゃないか、まあ、結果的にはねその可能性もあるんですがね、あの今のね中共とね中国とロシアの決定的な違いはね、まあプーチンと習近平って言ってもいいんですけど、プーチンはナショナリストなんです、愛国主義者、ところがね、あのご承知のように習近平はグローバリストですからね、それは徹底的に違うわけです。それと唯物論者ですね、あの習近平の方はね、習近平はね、そこは DS と合うわけですよ、だから DS とその、のプーチンは合わないわけです、ね、プーチンは敬虔なね、まあ、そういう意味では政教徒だし、要するに精神論、まあ、ロシア人は精神論が強いんですけどね、そうですね、いやだから前にあの広島行った時、ね、広島のあの100年あの戦勝100年記念の時、あの原爆の映像を見た時ね、各国がみんなわーっと喜んでて拍手したのに、プーチンだけがこうやって、ね、十字架やってたっていう、だからあれロシア人なんだなとね、やっぱり感覚の違いがやっぱりありますよね、だから我々ね、結局これはまあメディアにも洗脳されてるんですが、ロシアとソ連が同じものだとこう思い込まされてるから、
ちょっと、ま、そうなんですよね、間違ってしまうんですよね。いやいや、そこですね、結局は産経とかね、読売新聞とかねロシアとソ連っていうものを同一同じものとしてね、だからその中ロの問題もね、イデオロギーで見てるんですよね。 それはね、全く見てないですよね、プーチンさんはね、反共産主義者ですからね、そのことをね全く言及しない、そうなんですね、まあそういう意味で言うと本当に、まあ、この問題の中で、それと大使から見るとゼレンスキーっていうね、結構私から言うと、まあ、最初から言ってて最初はひんしくかったんですよ、お金使い込んでね、海外お金持ち出して2割以下の支持率になってた、でも今やものすごいあれになってるじゃないですか、まあ、世界のヒーローみたいに ね、でもあれ見た時ね、誰がスピーチライターか分かるでしょと、アメリカ行っちゃ今度真珠湾行ってね、今回こっち行ったらウクライナとあれはね仲がいいとかね、もう本当にその国によって使い分けてる、あれ見た時まさにあのディープステートのね、操り人形としてね、その見事に演じてるっていうかね、あんなパフォーマンスができる世界各国でね、まあ、オンラインにしろ演説してる暇があったらあんたちょっとね別のこと考えたらどうかで言いたくなりますよね。そうだね、いやあれやるの大変ですよ、私ももともと映画監督やってるから、あれやるだけで大変ですよ。そんな時間があるっていうことはね、彼は何にも真剣にね、まあ、考えてないってことで、宣伝係やってるじゃないですか、宣伝係はシャトーです、でね、彼はね2019年の2月の選挙ですかね、2月か3月に、ポロシェンコの後大統領になったんですがね、その時ね、ネオナチと決別するっていうのを公約にしてたんですよ、でもそれは結局ネオナチからの反発食らったんですよね。してないでしょ。できなかった、できなかったんです。で結局向こうに取り込まれてるのが今の状況ですからね、私はねむしろネオナチをね、今プーチンが潰してくれてる、だからねゼレンスキーにとってはね、もうなんか知らんけどこんな操り人間やってるけどね、ゼレンスキーにとってもいいことをねプーチンさんやってくれてるんですよ、実は。でそう思いたくもない、思いたくなるぐらいのね奇妙な戦争なんです、これは。いやそうですね、いやだから全然こう彼らが言う自由とね、専制主義の戦いとかね、そんなものでは全くないですね。違いますよね。それと誰がやっぱり一番これ喜んでるか得してるかってね見るとロシア側ではないんですよね、実は。それと、ウクライナ国民でもないんですよね。だからまあね、答えは要するにアメリカとかバイデンが、バイデンに救ってる人たち、喜んでるんでね、その奥の院で、ね、今度、ね、中間選挙ですからね、中間選挙の時にね、できるだけロシアを悪者にしておこうというあれだと思います。というのはね、ご承知だと思いますが、今その第二 その特別検察官、ダラムっていうね特別検察官が、今ロシアゲートを調べてるんですね。それでインチキだね、インチキのね、で最初のいわゆるロシアゲートはトランプさんを引っ掛けるために、なんとか、勝手にね、ブラとかねやったんだけど、結局なんか中途半端な言い方でね、限りなく黒いけれども白だっていうかね、黒と断定できないっつってね、幕引き上がったでしょ。で今度はね、いよいよ黒幕が出てくると、黒いのが、それがヒラリー・クリントンなんですよ。だから ね、これは潰さなきゃいけないんですよ、これを。だからその時に やっぱりね、ロシアってのはこんなひどい国だというところに世論を持っていくっていうかね。そうですね、世界世論も持っていきたいっていうね。そうそう、世界世論をそこに持っていって、ヒラリーなりね、とオバマも一緒にやったんですが、その本当の意味でのロシアゲートを隠すと、そうですね、こういう隠された目的もあるんだと思います。だから中間選挙までにそういうイメージを作っておきたいっていうね。そうなんですね。でもね、ちょっと早すぎたんですよね。まあそうですね、まだ半年ありますからね。僕はこの間でトランプさんがね、今相当あれ巻き返してますよね。そうですね、ポンペオとかああいうのもね、いろんなところを訪ねてね、発言してますから。それからね、選挙不正がね、結局監査、監査でもうごまかせなくなったんですね、明らかに出てきたと。でこれがね、あと4ヶ月ぐらい、もうちょっとあるんですが、11月までの間にね、かなり明確になると。そうすると本当にね、中間選挙がどうなるかというか、私は共和党がね、このまま普通にいけば共和党が上下両院を抑えると思ってますけども、その代わり民主党というかディープステートはね、あらゆる手を尽くしてそうじゃないようにまた不正選挙をやる可能性あるんですけどね。だけどもやっぱりね、もうできないじゃないかと。
その前にもう、うん、そのハンター問題もね、そろそろメジャーな新聞が取り上げる、ハンターバイデンの問題ね、はい、取り上げるようになったしね、うん、ダナム検察官のそのいわゆる、うん、ヒラリー、オバマ・ヒラリー黒幕説が出てくるとね、はい、これはもう擁護できないという状況に、ね、アメリカ国内政治ですよ問題は。その前に何とかしたかったっていう、ね、その前にしたかったんでしょうけど、うん、ちょっとタイミングがね、うん、早すぎた、早すぎたんじゃないかと私は思ってる。そうです、ね、だから今ね、うん、一応その、まあ、あんまり信用できない世論調査とはいえね、うん、バイデンさんの支持率がちょっと上がったって言ってますけど、ね、うん、これもすぐ下がります。そうですね、いやもう私今回 の、 その、ね、政権交代のね、政権にいるべきではないみたいなね、こういうことを、まあ、本当に言うってはちょっと信じられないんで ね、まあ、だからね、でも本音が出たっていう感じがね、本音もあるんですがね、うん、そこもねよく分かんない、外から見てると分かんないんですが、うん、どこまでが本音でね、うん、どこまでがまたバイデン一流のね、うん、一流のあれがあるのかどうか分かりませんけどね、そういう考慮で言ってるのかも分からないんです、うん、でもあの少なくとも今まで表に出ている以上はね、うん、彼はしょっちゅう失言しているわけです。そうですね、ですから、まあ、副大統領自体もね失言をって言われるからね、本当にもう今回も相当やってるでしょ。だからね今度もねやっぱり失言というかね、うん、やっぱり あれなんでしょうね、老練な、つまり世界戦略を練ったりね、自分で、うん、例えばプーチン大統領なり習近平と対等に やり合える人じゃないと、うんうん、残念ながらね、そんなことは最初から分かってるわけです。だから、うん、だからこそ不正選挙でないと勝てなかったわけですからね、うん、それは分かってるんだけれども、つまり それをそういう大統領だっていうことを知りながらね、岸田さんも外交やらなきゃいけないんですよなんかバイデンに会いたい会いたいって言ってるだけではね、やっぱりなんだやっぱり、ね、バイデンもひどいっていうね、ボケとねあれが入ってるって言われてますけど、岸田さんのこの知性って何だろうっていうね、ちょっと失礼な言い方になるか分かんないけど、我が国の総理としてね本当に戦略的な意識持ってねやってるかっていうとね、まあ状況に流されながらね、褒められるから制裁をどんどんエスカレートしてね、その結果を見ながらちゃんと普通はやるべきなんですよね。で終わった後どうするかっていうね、ロシアとどういう形でじゃあ付き合っていくのか、うん、もう敵対するのは敵対でもいいけどもね、そんな根性はないですよと、まあ、もうロシアに、嫌われるなんて思ってないじゃないですか。だからね、と思いたくなるぐらいの稚拙なやり方ですよね。いやいやいや、うん、でしょ、それはね人間には感情あるからね、これねこいつがバカだって言ったってね、バカにも程があるぞって本当に向こうも怒るというかね、うんうん、いや、やり方はあるんですよね、うん、と思いますね。私はだから、うん、水田さんもおっしゃってるようにね、うん、表向きはある程度ね、それは、うん、付き合ってもいいですよ、うん、バイデンさんか、まあ、そうそう DS にね、まあ、一応ね、だけども裏でねちゃんと手を打つっていうのが、うん、まあ、そういう意味では広い意味で外交であり、そうなんですし戦略なわけですね、うん、で僕はねこういうとこそね、うん、安倍さんがねそのプーチンとの関係ね、それからいずれ来るであろうね、まあ、トランプの復権がどういう形かともよるとして、うん、アメリカはねこの11月以降変わるはずなんだ、うん、だからそれをもう見据えてね、アメリカとロシアに、うん、ちゃんとこう話ができる人をね、そこはどのような形かはともかく、うん、その活動してもらうね、うん、あれを温存しとかなきゃな、そういう道を用意しとかなきゃならない、うん、ところがね、おっしゃったように私岸田さんの会ったことないんで偉そうなこと言えないんですが、うんうん、そういうことを考える必要じゃないということがね、うん、なんとなくもうコロコロ確信に至るようになりましたけどね。いやそうなんですよ、うん、いやそれとまあその政権がね極めて脆弱だっていうのは、まあそのまあ、全然こっち外交的な話じゃないんだけど、うん、例えば今日発表されたの老人に5000円、ね、払うっていうね、また復活したんですか、白紙撤回、白紙撤回でしょバカじゃないかっていうね、もともとねそういうようなことがあるのに、まあ、公明党の案だっていうんだけども、そういうものをほいほい乗っかってすぐ発表してね、うん、またこう白紙撤回する、これほど本当にね老人をバカにしたこともない、つまり選挙前にですからね、こういう単純な発想っていうのかな、
少なくともヨーロッパ の, あの首脳たちはロシアとね非常に激しく批判してるけども、さっきおっしゃったように貿易っていうのかな、うん、ガスとかこういうのはつなぎちゃんとやって、うん、あの一時的に新しいパイプラインはね凍結だもうあれだって言ってるけども、うん、そういうことを一応全部やってるじゃないですか。それと今言ったように NATO 軍、いや私はお前ら本当にやるならなんで軍隊出さないんだと、あの国境線越えてね、うん、いるだけで難民救うだけのことでやったらあのプーチンだってね自分は入ってんだから言わないからって、でも全然救う気ないから、うん、戦争ね続いて大丈夫って、かわいそうなウクライナ国民で一番ね今一番都合のいいことやってるっていうかね、手を汚さずに、まあ、バイデンが、うん、こういうことを考えるとやっぱりあのいい悪いじゃなくてヨーロッパの国はしたたかだなと。それはねだから表向きはね、はい、バイデンさんがいかに傀儡であろうとね、うん、一応バイデンの背後にいる人は無視できないんでね、うんうんうん、それはヨーロッパの中にも仲間がいますからね、あの政権の中にも、ねはい、いるからあの無視はできないから付き合ったようなふりはしてるけどね、はい、やっぱりそのヨーロッパはね、私もあなたに勤務して分かるんですけどね、はい、ロシアと対立してはやっていけないんですよ。そうですよ、あんまりもっと言うと得なことがないですよね。対立して得なことってのはヨーロッパにとってはね、ソ連時代はね、うん、共産主義をなんかあれ拡大される危険があるとかね、100歩譲ってそういうことがあったとしても、ね、今ね、うん、プーチン大統領自体がね共産主義と決別してる、決別どころか共産主義の違いますからね、そうそう、そこはね彼はね共産反共産主義者ですからね、うん、それはもうヨーロッパの首脳は分かってるわけですよ。ですからねプーチンさんと表立ってねこの戦いをあれをやれば交えなんて誰も思ってない。だ本当にあのそれともう一つは、まあ、この間ちょっと別の枠で教えてみましたけど、世界が、ね、グローバリズムのね、ええ、あの波に全部現れてね、まあ、日本もそうなってるんですけども、うん、やっぱり、まあ、スラブ民族主義とはいえね、やっぱりあのドストエフスキーやトルストイを生んだ、うん、プーチンやツルゲルフを生んだ、うん、こういうスラブのねある種の独特のオンリーワン、まあ、スラブ文化ですよね、うん、こういうものが本当にあの綺麗さっぱりね、うん、あの程度の低い優越論のねグローバリズムでね、あの、まあ、ロシア人は抵抗すると思いますけども、うん、ソルジェニーチンを生んだ、うんあのね、ロシア文化ですよ。あのそういう、ねうん、とこあまり舐めたらいかんぞという。そうおっしゃると。だからね、ね私はね、まあこういうことはないと思いますがね、100歩譲ってね、はい、そのロシアが完全にね、うん、そういう意味ではあの西側世界とデカップルされてもね、うん、ロシアは生き延びると私は思っています、うん、ロシアという一つの世界はね、うん、やっぱり生き延びると。これ独特の世界ですもんね、そうそう文化圏としてね、そうあのも、うん、あの先ほども申し上げたように、ん、何でもあるんですよ、あの質はともかくね、そうですね、ロシアっていうのは一つの世界なんです。そうなんですよ、あのね面白いことにね、ロシア語で、うん、あの世界っていうのはミールという意味なんですがね、うん、それはある意味で平和という意味でもある、うん、だからねつまりねロシアって一つでね完結してるんです、うん、国は、うん、だからそこをね今のような中途半端なね、うん、経済制裁でロシアを倒せるはずがない、うんね、日本 の, きあの 保守の、ねうん、経済評論家もみんなロシアがもう経済的にいつ倒れるかばっかりね、うん、議論してますけどね、僕は倒れないと私もね、倒れるのはねむしろ、うん、あの欧米の方ですよ、うん、ロシアよりも非常に極めてね、今回のイデオロギー的なその支えっていうか、そういうのがありもしない自由と民主主義対ね、あの専制主義みたいなね、うん、あのこういうようなイデオロギーでやってる限り勝てないですよ。そうそう、あの本当にあのやっぱりある種の民族文化とかそういうもののベースの中にロシア人がいてね、あの私は極端、これで誤解されると困るんだけど、極端で言うとあの北朝鮮ももちろん中絶思想とかああいうものでイデオロギーでねゴリゴリにやってるから脆弱なところあるけれども、本当言うとあのああいう中間干渉地帯朝鮮半島のそういうものを持ってきた朝鮮民族のね、うん、ある種のそういうものも あんまり無視しない方がいいと、うん、で核持ってるから中共もあのアメリカも手が出せない、うん、こういう現実を見るとやっぱりあの世界に
ナショナリズムが残ってるのはロシアと、ね、北朝鮮だけって極端にこれは笑い話的に言ったんですけども、本当にある意味で言うとそういうきちっとした完結したスラブ文化っていうのかな、スラブ民族主義というかナショナリズムがねやっぱり残すことが本当に人類にとってもね、あの私はあの文化的に必要だと思ってて、いやおっしゃる通りで、ね、そういう意味から言えばね、その日本もね本当はロシア的な精神風土なんですよ。そうだからね、それなんでこんなね、ロシアをわざわざね、敵っていうかね、するような政策を取るのかっていうことはね、私は本当に理解しがたい。だからそこのね、だから私もあのある意味とソ連とね、さっき大臣がおっしゃった、ソ連と今のロシア、もちろん共通してね、もちろん KGB の出身だとかいろいろあるけども、そこのところを十把一からに乱暴に論理としてやったら本当 あのロシアとのね、こうあの関係とか、こういうものやれないというね、あの気がしてて、あの実はやっぱり私はまあちょっとここは大使と違うことなんだけど、安倍さんに足りたかったのはプーチンのね、あの最終の仁義で言えば剣っていうのはすごく大事だと思ってる、安倍さんになかったのは剣がなかったっていう、誠意と、ね、あのまあ、そういうね玉の慈愛と鏡の誠があったかもがこっちの部分がねなければやっぱりまともにね、交渉できないっていうね、それはおっしゃるとりですよね、だからむしろ逆にその、日米安保がね最後の最後で、障害になったんですよね、よくあのご存知の通りね、結局あれ止められたわけですよね、結局前進めなかったんでしょう、だからね、あのもうプーチンはハブマシコタンを返す予定だったと、私はあの思ってますけどね、いろんな、で最後に一つの保証としてこのハブマシコタンに米軍基地が置かれるようなことはないんでしょうねって言ったら、それは分かりませんという答えだったから潰れちゃったと私は理解してる。いやだから命かけてもねそこだけは、そうそう、あのって言っときゃそれで、いいとこあったもん、しかもあんなとこにねアメリカも軍事基地なんて置こうとは思わないですよね、まあだからウクライナの問題もそうですよね、結局緩衝地帯のね、そうそうそう、あれだからロシアにとっては神経質になる、だからそこに生物兵器とか核兵器でもね、あの中距離ミサイルでも置かれたら 2,3 分でモスクワに届いちゃうわけでしょ、これはロシアにとっては死活問題的に受け取っちゃいますよね、そこがあの最も重要なポイントで、それをプーチンは2月21日の、演説で言ってるわけですね、だからつまりあのロシアに差し迫ったね安全保障上の危機が、危機が差し迫ったと、だから規制を阻止したと、つまり敵地攻撃なんです、そういうことですよね、言ってみれば日本は敵地攻撃 するとかしないとか議論してするっていう議論してるわけですよ、でもそれできなくなるわけですよ、今度の論理的にはね、今度のように先に殴った方が悪いっていうのだったらね、だから私はあのね、だこの間もそのずっと言ってる、私はまあずっと千島とね、カラフト交換条約でやったから、あれは軍事的にやったなんで、ヤルタポツダム体制っていうのをね、やっぱり私はスターリンとルーズベルトがやったね、こういうものに対してきちっと言うチャンスだったと、本当は、あそこはあの貴族がはっきり、俺はポツダム宣言で一応放棄はしてるけども、あの軍事的に奪い取ったとこじゃないからね、というようなことと、もう一つは今言ったようにあのロシアとのその、一種のなんていうんですか、どういう管理をするかっていう形でね、一つのこれがプラスになる方のね、北方領土交渉っていうのが実はプラスになるようなね方向に行く可能性もあるんですよ、いや大いにあったと思うんですね、それでね、それを交渉しないってバカがどっからバカが言ってるんですよいやだからね、ロシア、プーチンさんも含めてロシアの最大の関心事はね、領土じゃないんですよ、自国の安全保障、プロパーなね、ロシアの安全保障なんです、だからもともとね、だからプーチンはあの東、東部ウクライナを併合しようとは思ってないわけですよね、だからそれと同じで北方領土をね、そんなに、そういう意味ではこだわらないわけですよ、だってもともとのロシアの領土ではなくて ね日本と条約上交換した領土ですよね、ただ建前上はね、その、ロシアの中にもいろんな勢力がいてね、プーチンの足を引っ張る勢力もいるわけですね、だからその手前ね、その北方あの特に2島は返さないっていうのはね、建前上はそうかもしれないけども、それじゃそれにこだわっててね、
ロシア全体の安全保障をね、こう 弱体化させるようなことをやってもいいのかと、つまり今あの広大な領土にねたった1億4000万しかいない、ね、それどうするのかということでしょ。そうですよね。そのためにね、例えば平均寿命を上げる、健康産業をその振興する、そういう協力を しましょうっていうのが安倍さんのね8項目の提案であって、それが今宙に浮いてるわけですよね、だからね、私はやっぱり安倍さん、まあ、そこはちょっと違うかな、安倍さんに足りなかったのはやっぱりこのね剣の部分でね、あの我々もロシアね、あの核兵器持つことをね、あのね、あの応援してくれというぐらいの感覚でねいやまあ、あの私は本当に自立した国同士という形だったら本当にきちっとね、あのやれると思うし、それねプーチンさんはね、あの理解しますよ。誰かというとね、プーチン大統領はロシアがねあのソ連の後、混乱をの後ね、あの復権できたのはね、ロシア正教と核兵器だって言ってるわけです、全くそうですね。だからね、その論理から言えばね、日本もちゃんとした独立国としてね、そうなんです、明治までのね、あの大東先生までのね、日本 の意思でねきちっとね、あのアジアをやれば中国を挟み撃ちにもできるというね、このそういうこととやっぱりあの我々の自立っていうのはヤルタポツダム体制のこう打破っていうのかな、というようなことで考えるとですね、やっぱりそこが今本当問われてきたんで、まだまだね今回 あのウクライナの戦いの中で、あのやっぱり戦後の保守っていう人たちが限界見せてるっていう、そうですよね。それを見ると、あの我々もあの私は今国盛り運動やってますけど、国盛りはもう核武装っていうのを言おうと、あの少なくとも論議だけでもしなさいってことも、我々私はもともとその論者ですけども、ただそのぐらいまでねやった時初めてこうなると。で今あの、まあ、ちょっとこれはあの北海道の情報ですけど、やっぱりあのプーチン大統領がねこの間我々の国の国会議員がアイヌ決議やったじゃないですか、先住民決議、千島のアイヌもね先住民だって言い出したんですよ、ということは多分、まあ、プーチンが考えたらプーチンじゃないやつが考えたかもしれないけども、何かあった時あのやばいね、千島というポツダム宣言の空白地帯、日本に返さなくてもアイヌに返すって形で、それと北海道に前にいるでしょ、今一番狙ってるのは実はアイヌが言い出してるのは自治共和国を作らせろって、アイヌ協会言ってるんですよ。それで中国もロシアもそれ賛成してるような、北海道が白地図になったのはご存知だと思うんですけど、あの、文部省のね、ということは本当に北海道がね実はこのままこんなね低たらくでやってたら、あのロシアともこうもう話をしないっていうのはいいけどね、じゃ何にもしなくなって制裁だけやって、あの結局置いてきぼりになるのは日本ですよ、アメリカも多分ヨーロッパもね、日本置いてきぼりでまたロシアとなんかいろいろ仲良くじゃないけど、まあ始めるんじゃないですかこれ。あのね、あの、そういう危険性もありますね、ですから鍵はねやっぱり今年の中間選挙なんです、アメリカの。 そうですね、そこで事実上アメリカの政権がね、まあ、変わるっていうか、バイデンか、民主党がレームダック化した時にね、どうするかっていうことですよ、まさにそこでね日本の安全保障がね、自分の足、あのあれで考えなきゃいかんと、そういう時代が今年の11月に来る可能性がありますよね、だからそれに備えて今おっしゃったような可能性も含めてね、ことをちょっと考えておく、必要があるんだろうと思います、はい。皆さん、そういう意味では今ウクライナっていうのは単にウクライナだけの問題じゃない、ロシアだけの問題じゃない、そういう意味で今日ですね、冒頭に道しるべ、この道しるべが本当ないですね今日本でね本当に怖い話でね、あの政治家もあの財界人も、まあ、マスメディアも、そういう意味では世界観や哲学で日本とは何かという高画神道の話とかいろいろ出てきますけれども、あのそういうもの本当に持ってる人があの少ない、
でそういう意味では唯一とは言いませんけど数少ないあの本当にあの文化人知識人の、まあ、リーダーとして馬淵大使今活躍していただいております。ぜひお読みいただきたいと思います。この本ですねワニブックスから出ておりますので、はい、ぜひもう発売、今週もね、はい、今週はもう先週になりますね、22日に発売になります、1週間ぐらい下手ほやほやの本でございます、ぜひお読みいただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。